世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは初めて行く駅や空港を利用する際、何か困った経験はありますか？広すぎるあまりどこに向かえばよいかわからない、チケットの買い方がわからないなど、さまざまな困りごとがあるかと思います。日本語が読めて話せる私たちですらそのような経験があるのですから、海外の方たちが困るのも無理はありませんよね。実際、日本を訪れる海外の方たちの多くが駅や空港で困ったことがあるそう。そんな困りごとの中でも特に気になるのが宗教に関することなんだそうです。今回は日本のある空港が行っているイスラム教徒への配慮に関する話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応を、私センチのナレーションでご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かった、ためになったと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。近年、イスラム教徒の日本への来訪が増えているそう。そんな流れを受けてか、日本でも少しずつ、本当に少しずつですが、イスラム教徒の方が不自由なく過ごせるように、さまざまな取り組みを行っているようです。その中でも特に外国人の間で話題になっているのが、関西国際空港などが取り組んでいるムスリムフレンドリー。これはその言葉の通り、ムスリムにとって使いやすい、ムスリムにとって友好的であるという意味の造語で、海外でも同じ意味で使われることがあるといいます。もっと詳しく言い換えるなら、ハラル認証は取得していないものの、ムスリムの方向けにできる範囲内で配慮対応をするということなのだとか。なお、ハラル認証とはイスラム教が禁じているものを含まない食品等の規格を定め、原材料、製造工程、製品品質などを審査し、適合する製品にハラルマークを表示させることです。つまり、ハラル認証が表示されているものであれば、イスラム教徒の人たちでも安心して摂取できるということですね。関西国際空港には以前から小さな祈祷室が1箇所だけあったそう。その後、2014年頃にウドゥー長寿のためのお嬢施設も完備した祈祷室を新たに3室設置。現時点で一般エリアに1箇所、国際線制限エリアに2箇所設置されています。室内は男性用と女性用で分けられており、礼拝を行う方向のキブラも表示。同時に、イスラム教で食べてはいけないと禁じられている食材を使用しないハラル料理を空港内のレストランなどで提供するサービスも開始しました。関西国際空港の多部専務取締役は、ご満足していただけるかはわからないが、最大限の努力をしていくと話し、その言葉の通りに様々な取り組みが行われています。このように関西国際空港ではイスラム教徒の方たちへの配慮が進んでいるものの、日本全体を見るとイスラム教の習慣に対する理解は現状十分とは言えません。ホテルやレストランなどはその点に関して学んでいる最中であるとした上で、アルコールを使わない寿司飯を作り、ハラル料理専用のお皿や調理用具を用意するなど、ムスリムのためのサービスを導入する日本のホテルも少しずつ増えているようです。冒頭でもお伝えした通り、イスラム教徒の方の訪日が増えており、今後さらに増えていく一方だと推測されます。そうなれば、ムスリムフレンドリーが必要となるサービス業が急増するのではないでしょうか。時間やコストがかかるハラル認証を取得するよりも、国内に来るムスリム向けには取り急ぎムスリムフレンドリーで対応できることも多いかもしれません。対応するしないはもちろん自由ですが、ムスリムから質問を受けることも想定されるため、少なくともイスラム教に関する最低限の知識は頭に入れておく必要があると思われます。今後のイスラム教徒の来訪の増加を考えると、先手を打って対応しておけば大きなビジネスチャンスを逃さずに済む可能性もありますよね。
日本がそうした対応をどんどん進めれば、イスラム教徒の方たちは日本に行きやすくなり、観光客が増えればホテルなどの利益も上がるでしょう。お互いにメリットがあるのですから、取り入れない手はないのではないでしょうか。日本のこうした動きに対し、ムスリムの方々からは感動の声が多く寄せられていました。その一部をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたら、ぜひコメント欄にてコメントください。海外の反応。日本は他のどんな国よりも民主的な国だよね。こんな取り組みを行ってくれるなんて、日本に感謝だよ。信じられない。ほとんどの国でイスラム教徒は悪いイメージを抱かれてるのに、日本はとても美しい国なのね。僕は6歳の頃からずっと日本に行きたいって思い続けてる。だけどうちは貧乏で、兄弟を学校に通わせるのもやっと。夢は夢のままで我慢しないといけないのかな。私も全く同じ境遇よ。でもそのうち夢が叶う日が来るから絶対に諦めちゃダメだ。君と同じ状況の人間がこの国にはたくさんいる。僕を含めてね。いつか日本に行けるといいね。頑張ってなんとか夢を叶えようよ。神に感謝します。日本はますます素敵な国になっていくね。本当に素敵すぎるよ。日本人ってシャイなイメージだったけど、本当はすごくフレンドリーなのかな。一般的に日本人は本当に素敵な人たちばかりだよね。マナーっていう言葉を耳にすると日本人が頭に浮かぶよ。やった！これから何も気にしないで日本に行けるのね。こういう取り組みは大変ありがたいわ。日本は宗教差別を絶対にしない国だからね。それは前からずっとそう。何としても日本に行ってみたい。日本に特大の愛を送ります。日本は私が一番好きな国なの。文化も人も伝統衣装も言葉もその他のことも大好き。高校時代に日本人の友達がいたんだけど、その人は性格も振る舞いも素晴らしかった。頭もすごく良かったから、いつも勉強を手伝ってもらってたの。また日本人の友達が欲しいな。一緒に出かけてモスクに行ってお祈りができたら最高だ。いつか私も日本に行きます。ムスリムにとってはこういうのって本当に嬉しいことなんだよ。ありがとう日本。親切で心温かくムスリムをもてなしてくれて本当に嬉しい。日本人に対する愛が止まらないよ。いつかあの国に行ける日を夢見てる。イスラム教に理解を示してくれてありがとう。日本がどんな場所かわかるかい？ムスリムにオープンな国さ。日本にアッラーのご加護がありますように。他のどんな国よりもまず先に日本に行きたい。外国人旅行者ムスリムに対してさえ対応が素晴らしい。日本は他者への敬意がある国だよね。日本はもともと大好きな国だったけど、このニュースを知ってもっと大好きになった。以上がムスリムの方々の反応です。多くの人が日本の取り組みを喜び、さらに日本に興味を抱いてくれていたようですね。しかし裏を返せば、これまで日本に行きたいと思っていても、イスラム教徒の方々に対する体制が十分には整っていなかったために、行きたくても行けなかったとも捉えられます。ここまで日本の空港やホテルでの取り組みをご紹介しましたが、宗教にあまり関心がない私たち日本人からすると、そもそもイスラム教がどのような宗教なのか理解しきれてない部分が多いのではないでしょうか。そこでここからはイスラム教について簡単にご紹介します。イスラム教は簡単に言うと、唯一絶対の神アッラーを信仰し、神が最後の預言者を通じて人々に啓示したとされるクルアーンの教えを信じ従う宗教です。クルアーンはイスラム教の聖典にあたるもので、114章からなるものなのだとか。イスラム教の信仰の根幹には六神と五行があり、
この5行がムスリムの方たちがやるべき行為にあたります。5行の内容は信仰告白、シャハーダ、礼拝、サラー、キシャ、ザカート、断食、サウム、巡礼、ハッジ。これらの信仰行為は礼拝であれば1日のうちの決まった時間、断食であれば1年のうちの決まった月というように行うべき時間が決まっています。礼拝は1日5回行う義務があり、ファジュル、夜明け、ズフル、正午過ぎ、アスル、午後、マグリブ、日没後、イシャー、夜となっているそう。イスラム教徒であれば絶対に行わなければならないからこそ、関西国際空港は祈祷室を作り、旅行中でも定められた時間に礼拝できるように配慮したのですね。イスラム教徒について大まかに解説しましたが、これ以外にも様々な決まりがあるそう。今後の日本へのイスラム教徒の旅行者増加を見越して、ぜひイスラム教やムスリムの方々への理解を深めてみてはいかがでしょうか。宗教に関してはついメディアで報じられる悪い側面ばかりを見て判断してしまいがちかと思います。今回の内容を機に、一人でも多くの人がムスリムの方たちの生活や習慣に興味を持ち、理解を深めていただけると幸いです。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。